あなたの夢にお邪魔します。It's me, Mariana。 ギガン。皆さん、ごきげんよう。ベリアナです。みんな元気にしてた？お酒は、ほどほどに。本日は、こちらの、スペルフレイ。やっていきたいなって思うの。こちらのスペルブレイクはね、Twitter でね、つながっている、YouTuber さんからね、おすすめされて、ちょっとプレイしてみたんだよね。結構面白くって。いわゆるバトルロイヤルなんだけど、他と違うのがね、いわゆるスペル？魔法でね、やり合おうぜって。やっちまおうぜって。そういうゲームなんだよね。そうね、私はやっぱり、フォートナイトみたいにね、パニックになりがちなんだけど、建設がない分、比較的プレイしやすい方のゲームだとは思っております。やっぱりね、魔法っていうぐらいだから、範囲がね、それぞれ属性によって違ったりとか、魔法を打たれる側もね、避けてんのか避けてないんだか、ちょっといまいちわかんないみたいなところは、正直あるんだけどさ。その上でも結構面白いので基本無料だし PS4 だったりスイッチでもねプレイできちゃうから、あとは何でプレイできるのかちょっとわかんないけど、そう、お気軽に体験してみるのもいいんじゃないのかしら。プレイしたい属性、魔法の属性をチョイスしてゲームがスタートいたします。私は今、風を選びました。通常攻撃をね、下に向けて打つとこうやって、ちょっと飛べるのよね。そう。ジャンプもね、2段階で、ふんわりとジャンプできるので、結構ね、気持ちよく移動はできます。結構ね、直感的に、移動はできちゃって、面白いっちゃ面白い。さあ、どんだけ生き残れるだろうか。いやだ、もう早速攻撃されてる私。なんとか。さっき襲ってきた方はね、やっつけたけれども、いらっしゃった。アニメやっつけたのね、私。いまいちわかりづらいね。このあたりの宝箱を拾っていこうか。
いいね。足速くなったね。そう、私、このゲームさ、ふんわり移動できるのすごくいいなと思って。どなたかいらっしゃったね。にゃーん。いやん。あら、後ろからやられちまったね。結構さ、フォートナイトの建築苦手っていう方、このゲーム結構いいんじゃないの？私は建築は苦手なんだけど、世界観がね、とっても大好きだから、フォートナイトもやってくけど、このスペルブレイクはね、また違った魅力に溢れたゲームに感じます。ちなみにね、このスキンは、プレイステーションプラスとか入ってたら、誰でももらえる無料のスキンだったような気がする。ちょっとさ、フロストボーンとかでやってみちゃう？ねえ。私、毒物学者と、あと、テンペスト、風の魔法くらいしかほとんどやったことないんだよね。うおう、うおう。いいね、これ。素早く走れちゃうんじゃないの？ねえ。あら、どこに降り立とうかしら。いやー。ちょっとさ、フロストボーンいいんじゃないの？ねえ、もう一回やって。何？あなたさっきご飯食べたでしょ？
もう一度フロストボーン触ってみようかなあ。これいいよね、これ。ほら、ごらん。いやーい。すごくない？ねえ、気持ちいいよね。あらあら。うおー。なかなか人集まんないね。ねえ。過疎かな？過疎ってんのか？そんなことないか。ねえ、いけないね、決めつけちゃ。ちょっと、フロストボーン、得意になってみたいなっていう気持ち湧いてきちゃうね。こんなにスイスイ移動できちゃって。ねえ。あ、やだやだ。全然違うとこに降りちゃった。誰かいらっしゃるかな。怖いね。いつ訪れるかわからないからね、彼ら。いやー、恐ろしい。あん。楽しいけど難しい。私ね、このスペアブレイク、まだね、一回ぐらいしかね、勝ち残ったことないんだよね。やっぱりね、バトルロイヤルっていうジャンルがね、私に合っていない。それも重々承知しておりますが、しかし、楽しいんだよね。うん。たまらなく、特にね、フォートナイトもそうだけど、まだね、こちらのゲーム始まったばっかりだからなのか、正直ね、スキンは可愛いの少ないんだけど、まあ、これから、ね、儲かっていただいて、どんどん新しいスキン出していただけたらって思うんだけどね、どうかな？どうなんだろうね。うん。それじゃあ今回の動画はここまで。またね、スペルブレイク動画アップするかもしれないし、しないかもしれないし、ちょっとよくわかんないんだけど。この匂いは私のお家のにゃんこがうんこをしたという香りでございますね。うん、大変に香ばしい香りが漂ってまいりました。ああ。一生懸命埋めてるね、これ。うん。
こちらのスペルブレイク、普段からねプレイしていくと思うんだけど、動画にするかどうかはちょっとまだわかんない。とりあえず楽しんでいるゲームの一つでございます。気になった方はプレイしてみるのもいいんじゃないのかしら。私ブリアナ、ゲームの実況だったりとかお食事をしている姿だったりとかを動画にしてアップしてまいります。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画までみんないい子にして待っててね。バイ。